文化社会学とは社会学の一領域。文化の社会学とも言われ、カルチュラル・スタディーズとは学問領域としてかなり厳密に区別されている。古典的な研究としては、マックス・ウェバーやエミール・デュル・ケームなどにおいて文化が社会学的に研究されていた。その後、カールマンハイムやバルター・ベンヤミンなどの研究者が現れた。近年、 文化社会学に大きな影響を与えたのがピエール・ブルデューである。ブルデューの著作は日本でも多く翻訳されている。ブルデューは文化資本の概念を提示したことで知られ文化的再生産論としても知られている。他にハビトスの概念によってマクロとミクロを連結するという社会学における重要な理論的位置を占めている。ブルデューの文化資本文化的再生産の理論は 実証研究においても応用され展開されている。アメリカではポール・ディマジオをはじめとして研究が行われてきた。日本では片岡恵美の一連の調査研究が代表的である。カルチュラル・スタディーズは上記の領域とは異なるが、日本の著名な研究者として、吉見敏也や毛利義ー・岩渕孝一らを挙げることができる。文化の社会学などという言い方もされている。 文化社会の分析というよりは、文化を社会学で捉えるという視点を強調したいときには、このような慎重な言い方がされることがある。カルチュラル・スタディーズは、メディア論と神話性が高く、都市社会学などと隣接する傾向にある。文化社会学としての蓄積を踏まえて、研究するというよりは、社会学理論そのものを文化に当てはめて研究する、スタイルが多く取られているために、 その取り掛かりやすさとは対照的に方法論的に難解な分野となっている。ありがとうございます。